東急バスの溝の口22系統志望口線は溝の口駅南口から末永、立花、千歳、志望口を経由して蟹ヶ谷に至る路線です。終点の蟹ヶ谷は横浜市と川崎市の境にあり、バスターミナルがあり、川崎側の路線の多くがここで終点となっているところです。この路線の歴史については動画の後半で触れます。動画の前半では路線のハイライトを走行シーンを中心にお届けします。ナレーションは次のセクションまで入りませんので、飽きてきたら次のセクションにお越しください。ここからは東急バス
溝の口22系統志望口線の歴史です。戦前の32年に池田俊一が個人経営していた綱島温泉駅から天満宮を経由して千歳までの路線を買収し、後に片町、現在の高津区役所前まで延伸されます。戦争の混乱期に休止となり、戦後の道路事情から江田方面へ延伸され、後に綱島線として発展しています。志望口線は59年に溝の口駅と綱島駅を志望口経由で結ぶ路線として開通しました。62年には現在の路線の元となる蟹ヶ谷まで路線延伸されます。オリジナルの路線は71年4月には日吉駅東口まで路線短縮され、75年7月には運行休止となり、後に廃止となっています。17年1月には溝の口駅南口のバスターミナルが完成し、往復の経路が同じ経路に変更されます。23年8月には志望口住宅前付近に新道が開通し、一部ルートが変更となっています。さらに23年10月には火事01系統の深夜バスの運転を開始しますが、これは短命に終わっています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。